このツイートに対して僕は間違ってるっていうのを引用リツイートで言ったんですけど、まあ、なんちゃって情報発信者みたいな、そういう人が、まあ、めちゃくちゃ多いと、名前出しちゃうとですね、たくさんですね、明らかな間違いみたいなものもあったりするんです。いや、普通にやばいやろ。はい、ということで、早速やっていきましょう。はい、今日なんですけど、まあ、今日の動画は先日僕がツイート ツイッターで書いたことに関して、ちょっといろいろとね、話をしていこうかなと思います。で、何したかっていうとですね、僕、ツイッター上で珍しく他人に意見したんです。で、珍しくっていうか、ワンちゃんが初めてかもしれない。その普通に、まあ楽しいものとか、仲いい人に何か意見するとか、まあネタでね、やるっていうことは全然今までもあったと思うんですけど、割と、なんだろう、真面目なトーンで、 まあ、間違いを指摘するみたいなことってあんまりしたことないっていうか、ほんまに初めてぐらいなんですけど、今回が。で、僕、基本的には他人の意見に口挟まないようにしてるんです。まあ、それは今までもそうだし、これからもそういう感じなんです。で、なんで僕、他人の意見に口挟まないかっていうと、まあ、理由、一つ目は、まあ、自分はあんまり言われたくないからですね。まあ、僕もいろんなことを発信するんですけど、まあ、それに対してね、別に何か言われて、 だろう意見されるとかってして、別に嬉しいわけじゃないんで、その反応してもらえるとか、リプがもらえるとか、そういうのはもちろん嬉しいんですけど、まあでも批判的なこと言われて嬉しいわけではないので、で、もしかしたらね、僕がじゃあ誰かのツイートに対してそれ間違ってますよとかっていうのを言うことによってね、その言われた方が、まあ嫌な思いするかもしれないので、それはわからないんですけど、で、基本的にこう、ツイッターとか SNS って迷惑かからなければ何を発言してもいいような場所じゃないですか。 まあ迷惑かからなければ、基本的にはね、何を発言してもいい、まあ自由な場所だと思っているんで、だからまあ他人の意見にはあまり口を弾まないと。で、二つ目の理由が、まあその、その方がね、しているツイートとかに書いてるもの、まあ結局ツイッターって140文字しか書けないので、その140文字で、その方が何をどこまで考えてそのツイートをしているのかっていうのがわからないからですね。だからもしかしたら、えっと、こっちがその意見に対してね、 言ったとしても、でもそれを分かった上でそのツイートをしている可能性もあるじゃないですか。でもその140文字からではそこまで分からないので、でもちろん、その誰を対象にね、言うかっていうところで内容とか伝え方って、まあそういうの変わるのって普通のことなので、まあそういう意味で僕はあんまり他人の意見に口を挟まないようにしています。まあただ、それでも今回は公開の場所で間違えたっていうふうにしてきた、したわけなんですけど、で、そもそもそのツイートがどんなツイートだったかっていう ことを話すと、まあそのツイートをした方の名前とか、まあ元ツイートの文章をそのまま読むとか、そういうことは、まあとりあえずしないんですけど、まあ興味あったらね、あの、見に行ってみてください。まあ普通に見つかるんで、まあその方が削除していなければですけど、で、どんなツイートだったかっていう概要だけ、えっと、紹介しておこうかなと思うんですけど、概要何かっていうとですね、あの、メタディスクリプション。 で聞いたことありますよね、まあ、SEO とかで設定するメタディスクリプションというものがあるんですけど、それを書かないと Google で上位表示されないからやばいっていうツイートをしていたんです。はい。で、このツイートに対して僕は間違ってるっていうのを引用リツイートで言ったんですけど、まあ、結論はね、結論はそのいろんな事情とか、そういうものを加味したとしても、さっき言ったみたいな対象者によって内容とか使い方変わるとか、そういうことも加味したとしても、そのメタディスクリプションを書いてないと SEO で上位表示されないっていう情報は間違ってる。 し、上位表示できないっていうのは言い過ぎなんです。はい。で、もう一個、まあ、その情報が間違ってるっていうのもそうなんですけど、そのツイートをしてるのが、結局フォロワーがね、全然いない数十人とか、まあ、100人、200人とか、そのぐらいしかないのであれば、別に影響力もほとんどないので、それを見る人もいないから、別にそのツイートに対してね、わざわざ僕が言うっていうこともしなかったんですけど、まあ、フォロワーを見に行った時に2万人近くフォロワーがいたんです。そのツイートをしている方が。 なので、まあそこそこ影響力を持ちそうだし、それそのままにしとくと、多分間違った情報を、まあ、信じてしまう人が多そうなので、今回まあ引用リツイートっていう形でそれに間違ってるというふうに意見をしました。 はい。で、メタディスクリプションに関してね、まあ、せっかくなんでちょっとだけ触れておこうかなと思います。まあ、SEO のお勉強ですね。で、メタディスクリプションなんですけど、これ何かっていうと、まあ、検索結果ね、Google でとあるキーワードで検索したときに、まあ、検索結果が並ぶわけですよ。タイトルが並ぶんですけど、そのタイトルの下に小さな文字で、えっと、説明文みたいなのがあるんですけど、まあそこの説明文を設定できるメタタグのことですね。はい。で、このメタディスクリプションなんですけど、ぶっちゃけ SEO の効果そんなにないです。あの、昔で言うと、 まあ、メタタグってメタキーワードとか、まあそういうのもあるんですけど、そのメタキーワードとかメタディスクリプションってのは設定しましょうっていうのは、まあ言われていて、まあ絶対に SEO やってるんだったら、そこは設定しましょうと。まあ初心者でもそれはやりましょうって、こう最低限やらなければいけない SEO 対策だったんですけど、まあ今ってそういう感じじゃなくなってきてるんですよね。まあ SEO の効果まあメタキーワードの方はまた後でじゃあ触れるとして、メタディスクリプションの方を設定したところで、そんな SEO 上がるかって言ったら上がんない。 っていうか、むしろほぼ変わらない。っていうのが、まあ、ある程度 SEO やってる人だったら、まあ、これについては同意してくれるような人が多いんじゃないかなと思います。SEO のためにメタディスクリプション絶対してない、絶対いい、設定してなかったらやばいっていう人の方が少ないだろうなと思います。まあ、別にそういう意見があってダメとは思わないですけど。はい。で、まあ、今よりね、昔はそのメタディスクリプションとかに効果あったと思うんですよ。まあ、そのメタキーワードとかも含めてね。 まあこの辺もやっぱり AI だとかアルゴリズムの進化っていうところがあって別にそういうのに頼らなくても記事書かれている記事をまあその分析してね何が書かれているとかそういうのを正確に把握できるようになっているのでまあその辺がいらなくなっているのかなっていう感じですねまあただメタディスクリプションが全く SEO に効果ないかっていうとまあ僕は割と間接的に効果あると思っている人なんですそれはなんでかっていうとまあ割と Google はそのメタディスクリプションとかね そういうものとか、あとは検索結果のクリック率とかそういうのは SEO に影響しないっていうことを言ってるんですけど、まあ僕はそれあんま信じてなくて、普通に SEO に影響するんじゃないかって思ってる人なんです。で、まあ結局メタディスクリプションってその検索結果に乗るものなので、で、それによって当然クリック率にも影響あるわけですよ。で、まあ Google の立場からすれば、ね、全然クリックされないような サイトよりも当然クリックされるようなサイトを上位表示したい、上に出したいっていうのは、これすごい普通の考え方だと思うので、まあ、だから間接的には影響するんじゃないかなと思ってます。ただ、それがめちゃめちゃ影響するかって言われたらそんなことはない。で、まあ、さっきね、メタキーワードっていうものも出したんですけど、これ何かっていうと SEO で狙ってるキーワードを、まあ、昔はこれに設定してたんです。メタキーワード。だから、例えば、脱毛サロンおすすめっていうキーワードを狙って自分が記事を書いていたら、このメタキーワードっていうところに、脱毛サロンおすすめっていうのを入れていたんです。 まあそうするとそこで上位表示されやすくなるってもう SEO 対策の超超超基本の話なんですけどまあそういうのがあって今もあるんですよ今もあるんですけどまあこれに関してはもう意味なくなっていますまあこれはあの Google がもうそのメタキーワードっていうものを使ってないっていうのを抗言しているしまあさっきと同じなんですけど結局このメタキーワードに設定とかされていなくてもその記事の内容とかそういうものを読み取って まあその検索意図にマッチするようなものを検索結果に表示するっていうことをやっているので、だからこれに関してはもう意味はない。まあただ、メタキーワードに関しては別に設定しておけるんだったら設定しておけばとは思いますけどね。まあ僕やってるかって言われたらっちゃにやってないですけど、別にやってもいいとは思う。まあその意味がないって結局ね、Google はじゃあ使ってないよっていうけど、他の検索エンジンは使っているところも普通にあるわけで、検索エンジンって別に Google だけじゃないので。 で、メタキーワードを設定するのに一体どのぐらいの手間がかかるかって言ったら別に手間かからないじゃないですか。脱毛サロンをおすすめって打つのに一体何秒かかるんだっていうところでね。だから別にそんな手間かかるようなもんじゃないので別に設定したかったら設定しておけばみたいな。まあしないよりはした方がいいんじゃないっていう感じです。で、まあ今回のね、その問題になったツイートというか僕が指摘したツイートの、まあ、どこにやばさを感じたのかっていうことなんですけど、まあそのそも,そもですね、そのメタディスクリプションがないと SEO で上位表示できないっていう 間違った情報そのものよりもその間違った情報っていうのが長い間ずっと拡散され続けそうだなって思ったのがまあ一番やばいなと思ったことなんですよね。で、今ってまあ僕もそうなんですけどまあ SNS とかブログとか YouTube とかいろんなところでいろんな発信をしてる人っていうのがめちゃめちゃ多いじゃないですか。もうみんなねスマホ持ってるんでスマホ1台あれば誰でもどこでもまあ情報発信的なものができるわけですよ。 なんか、そうクリエイター時代、一億総クリエイター時代みたいな、なんかそんな言われ方をすることもありますけど、で、別にそれが悪いっていうわけじゃないんですけど、結局、その中でちゃんとやってる人もいれば、めちゃくちゃ適当にやってる人がいるんです。まあ、なんちゃって情報発信者みたいな、そういう人が、まあ、めちゃくちゃ多いと。で、ブログに関しても、やっぱりそういうなんちゃって情報発信者みたいな人がめちゃくちゃ多くて、要は自分はよくわからないけど、これを聞いたから、これを、 別に検証せずに、もう右,右から左に流してしまおうみたいな。まあ、だから聞いたことをそのまま、えっ、ー、と、ツイートするとか、ブログ記事にするみたいな。まあそういう人がめちゃくちゃ多いんです。で、それどうなるかっていうと、結局それをまた見た人が同じように、別に検証もしないし、よくわからないけど、そうやって学んだからそれをそのまま記事とかツイートにして、また拡散する。っていうのがもうずっと延々繰り返される。まあカオスですよね。<laughs> 言ったら。 でも現状、今そんな感じなんですよ。本当に。もう昔と比べて、その発信したい人っていうのが増えすぎている。なんでかって言ったらめっちゃ簡単なんですけど、お金稼げるからなんです。情報を受け取る側だとお金稼げないんです。受け取ってるだけだとね。もちろんその受け取った情報をちゃんと実践して、まあいろんなことをしていけばお金稼げるっていうのはそうなんですけど、でも情報を発信する側になると、それでお金稼げる。まあみんながみんな稼げるわけじゃないけど、だからとにかく、 みんなは情報を発信する側に回りたいです。まあお金稼げぎるっていうのもあるし、まあその承人業求的なのはあると思いますけど、で、それがダメだっていうわけじゃないんです。ダメじゃないんですけど、でもそのために、まあなんちゃって情報発信者みたいになっちゃって、結局検証もしないよくわからないけど、それをそのままツイートにする、ブログ記事にするみたいな。で、それがもう延々繰り返されて意味わかんない状況になっているという感じですね。はい。まあこれどこの界隈でも同じような感じなんですけど、 まあでも実際にね、そのブログに関する情報でも、もう誰が言ったか分からないような情報もめっちゃたくさんあるんです。で、ものによっては、えっと、人によってはこれはこっちっていう人もいるし、A っていう人もいるし、B っていう人もいる、みたいなものもあったりするんです。まあ SEO とか特に、もともとがブラックボックスのもんで、中のアルゴリズムとか分からないから、だから人によって意見が違うって全然それは普通だし、それ自体はいいと思うんですけど、そういうことじゃなくて、人によって、 人によって見解が違うとかいうものじゃなくて、明らかな間違いみたいなものもあったりするんです。いや、普通にやばいやろ。もうツイッターとか見ててもあるし、相談とか、まあ DM とかメールとかで相談とか来たりするんですけど、そういうところでほんまにそんなこと誰が言ってんのみたいなことも全然ある。まあでも、それも結局さっき言ったみたいな、とある人の発信を見て、それを見た人がまた発信して、発信して、発信してみたいなんで、 だから最初のうちは効果があるかないかわからないみたいなものがその回り回ってね、その発信者を何人か経由するうちにもうこれは効果があるとか効果がないとかなんかそういうものになっちゃう。はいっていうところですね。 まあそんな感じで、えっと、間違った情報が延々拡散され続けるんじゃないかっていうところにやばさを感じてっていうところが一番大きいですね。で、せっかくなので、まあその情報の収集は選択のコツみたいなことを言っておこうかなと思います。そのね、今の話だっていうを聞いてると、でもそんな、それが間違ってるかどうかなんて分からないわけじゃないですか。まあ今回の件もそうなんですよ。メタディスクリプションがないと SEO で上位表示されないっていうのを言われて、まあ特にフォロワーが多い方だったので、まあそのリプとかでは知りませんでしたとか。この でからは絶対にやろうと思いますみたいな。まあそういうのを言ってる方が結構いてですね。まあ自分がどういう情報をね、こう受け取るのか。で、どういう情報を参考にしないのか。まあ要は捨てるのかっていう、この主張選択の判断難,難しいなと思うんですけど、このコツはですね、結論は、あの対象者を見極めることだと思ってます。で、まあこれね、具体的に名前出して申し訳ないんですけど、まあご本人そんなにもう ブログにし関しての発信みたいなことを今はしてないので名前出しちゃうとですね、あの、学さんですね。あの、ま、ブログの人といえば学部さんっていうイメージ今でも持ってる方って多いんじゃないかなと思いますけど、僕なんかより全然有名ですし。で、その学部さんと僕、割と意見が全部が全部じゃないんですよ。全部が全部じゃないんですけど、真っ向から対立するところがあって、それ何かっていうと、学部さんってもともとずっと毎日更新みたいなのをめちゃめちゃこう、あの、推奨してたんですよ。 えっと、ブログで稼ぎたかったら、とにかく毎日更新をしてください。僕は毎日更新することで、まあ何年か3年ぐらい、3年か4年ぐらい毎日更新,更新することで、僕はこのぐらい稼げるようになりました。人生変わりました。みたいな発信をしていたんです。で、別に、それ、えっ、ー、と、それがダメっていうわけじゃないんです。それがダメっていうわけじゃないけど、僕の発信は毎日更新するななんです。このスタンスは今でも変わらない。まあ、w e b s h t v を始めた当初から毎日更新するな。そんなことしても稼げないから毎日更新やめろ。とにかくクオリティの高い記事を書けっていう話をしていたんですけど、この話だけど、学ぶさんの 毎日更新を僕がめちゃくちゃ否定してるじゃないですか。まあ、どう考えても否定しているんですけど、でも、これもですね、えっと、誰を対象に発信しているのかっていうところで、全然変わるんです。内容が。毎日更新に関して言うとですね、これが対象者がね、超初心者向けだったら別に毎日更新しろでいいんです。これ僕も w e b s o t v の中で毎日更新っていうのを推奨したことがあります。でもその対象者は、これからブログを始めたい人。 今からブログを始める人。まあ、要は超初心者向けですね。そういう人に発信するときっていうのは毎日更新しようっていうふうに言いました。これなんでかっていうと、結局ブログ始めてない人とか、ブログを始めたばっかりの人っていうのは、例えばそのクオリティの高い記事書くのが重要なんですけど、いきなりそんなもん書けないじゃないですか。まずそもそもブログになれないといけないので。 だからブログになれるっていう意味では、そりゃ1週間に1回とか1回に1回とか記事書くよりは毎日記事書いてる方が慣れるまでのスピードが速いんで、だからそういう人に関しては僕も毎日更新っていうのをお勧めします。ただある程度ブログ書き慣れました。で、ほんまにじゃあこれから稼いでいこうってなった時に、じゃあまだ毎日更新続けるのっていうと、僕はそれは NG だと思っているんです。 なぜなら、それで稼げないから多分その人たちは稼げてないんですよ。で、これウェブ職 t v の対象者でもあるんですけど、まあもちろん超初心者の人とか初心者の人とかね、そういう人が見てもわかるようには作っているし、見てほしいなと思うけど、基本的にうちのコンセプトって、ある程度ブログをやっている、でも稼げない人っていうのが対象なんです。だから、僕はそういう人たちに向けての発信をしているんで、毎日更新しようっていうことは言わないです。 だってそれで稼げているんだったらその人たちは多分稼げてるんで。でもそれをしても稼げないから今ここに来てるわけなんで。だから稼げないのと同じやり方を推奨したところで稼げるようには絶対ならないから。だからそこは違うことを言うんですけど。まあでも学ブさんね、学ブさんの方はそうじゃないわけですよ。結局学ブさん経由で学ブさんを見てブログを始めましたっていう人はめちゃめちゃいるわけで。それは、えっと、どこに向けて発信をしているかっていうところの違いなので。だから体調と違えば意見違っても当然のも,ものなので。 はい。だから、僕は、えっと、毎日更新っていうのはしない方がいいよって言ってるけど、今回みたいに、えっと、学部さんの、その毎日更新っていうのを否定したことはないんです。だって、ナブさんは、超初心者向けに基本的に言ってることがほとんどなんで、それについては僕も別に同意するから。はい。まあ、そんな感じですね。だから、えっと、まとめてとですね、情報の主者選択をするコツとしては、えっと、誰を対象に話をしている内容かをちゃんと考えるっていうことですね。だから、僕は一体、 僕のね、発信を見るんだったら、僕の発信っていうのは一体誰を対象にしているのか。で、他の、今、まあ、インフルエンサーとかね、他の発信している人は、この、これはどういう人を対象にしているのかっていうのをちゃんと考える。まあ、ブログで稼ぎたい人だけじゃなくて、その中でもいろいろ分かれるわけじゃないですか。まあ、さっき言ったみたいな、超初心者なのか、初心者なのか、それとも中級者なのかっていうことですね。そういうところでも変わってくるので。で、毎回毎回、まあ、そんな話もね、できないんですよ。こっちもやればいいんですけど、現実難しい。 じゃあこの話はこうこうこういう人を対象にしていますみたいなことを詳しく言ってもみんなそこまで興味ないしそんな話を聞きたくて来てるわけではないのでだから見られなくなっちゃうっていうところでねなかなか現実その対象者みたいなのをこっち側が毎回毎回ね言うっていうところが難しかったりするのでだから情報を受け取るときっていうのは まあ、誰をね、対象に話されている内容なのかなっていうのを一回考えてからあ、自分にとって必要だな、自分に必要ないなっていうところを判断してほしいなと思います。まあ、これは他の人もそうだし、うちのやつでもそうですね、同じ。はい、ということで、まあ、最後にね、改めて今回の件で何が良くなかったのかっていうのをまとめて終わりにしようかなと思うんですけど、あの、基本的に、まあ SN、SNS とか、そのインフルエンサー的なことをやる上で、 まあ強い言葉を使って、煽ってフォロワーを増やしたりとか、注目を集めるっていうこと自体は僕全然否定しないんです。まあ当然僕もそういうことをする時もあるし、えっと、全然それ自体は否定しない。で、今回、僕がね、えっと、間違ってるよって指摘した方が、そういう、えっと、煽ってフォロワーを増やしたい、増や増やそうとしてるとか、別にそういうことを言いたいわけではなくて、そういうことをしてる人ってよくいるよねっていうぐらいに捉えてほしいんですけど、 でもその強い言葉使って煽ってフォロワー増やすとか注目を集めるとか別にそれはそれで別にやり方とかその人の戦略なので別にそんなところに口挟もうと思わないんです。別にそれはいいじゃないですか。まあそれを他の人が見てどう思うかっていうのはあれなんですけどまあでもそれは受け取るそれぞれの考え方なんで別にそれに対して僕がどうこういうことはないんですけどでも今回のメタリスクリプションを設定しないと Google で上位表示できないからやばいみたいなのはもう明らかにこれは間違ってる情報。 で、これは煽りとか、そういうものじゃなくて、情報の間違いっていうのは訂正されるべきかなと思うので。はい。で、実際このメタディスクリプションを設定してないけど、上位表示されてるケースって、ほんまにいくらでもあります。で、僕もぶっちゃけ設定しないことが多いです。設定することもありますけど、まあ、なんとか、えっと、例えば今2位にいて、1位に1体で何かできることはないかっていうところでメタディスクリプションを設定しなきゃ、それは設定しますよ。それをすることによって、その0.1%でも上に上がる可能性が上がるのであれば、それはやるべきじゃないですか。 なんかそういう時はするんですけど、でもそうじゃないケースは全然設定しないことも多いので。で、検索結果全体を見ても、おそらくですよ、設定してない方のが多いと思います。まあこれはちゃんと調査したわけじゃないですけど、僕の周りの人を聞いていても、多分設定してる人の方が少ないかなと思います。さして理由はないです。まあ理由はないっていうか、さっき言ったみたいなメタディスクリプションを設定することそこまでの SEO 効果がないっていうのと、あとめんどくさいです。多分この二つ。 まあいろんなね、まあ今回の件、メタリスクリプションがどうこうっていう話ではない、だけではないですけど、まあ今回みたいに、なんかいろんな情報が、まあ拡散されているので、まあその、全部にね、あの全部を鵜呑みにしてしまうと、あまり良くないことになるかもしれないので、まあその辺のね、情報の受け取り方とかそういうところも気をつけてほしいなと思います。はい、ということで最後に初的の紹介して終わりましょう。はい、えっと、 去年の11月18日に初著書ブログライティングの教科書を出版しました。今までのなかったブログ記事の書き方に特化した本ですね。18年のブログ経験を凝縮したブロガー、デブライターにおすすめの一冊になっています。全国の書店、アマゾン、楽天などで買うことができるので、まだ、あ、買ってない方はぜひお買い求めください。おすすめです。はい。ということで、今日の動画はこれで終わりましょう。でありがとうございました。 ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接自動する SEO <noise> ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。はい、ちなみに僕話忘れましたけど、 そうそう。人によっては、いや、メタディスクリプション絶対設定してるよっていう人もいると思います。その SEO とかね、めちゃめちゃうまくいってるような人でも、いや、うちはメタディスクリプションめっちゃ、くちゃちゃんと設定してるよ。設定しないなんてありえないっていう人も全然いると思うんですけど、で、それはそれで全然否定するわけじゃないんです。僕は全然それも否定しない。でもそれってあくまで、僕はね、僕は相関関係はあるけど、因果関係はないと思っています。で、何かっていうと、めちゃめちゃ、ちゃんと、 SEO です。結果出してる人が、えっと、メタディスクリプションを設定していて、それで上位表示できているっていうのは、別にメタディスクリプションが設定されていることで、それが上位取れてるっていうわけではなくて、上位取れてるやつが、えっと、メタディスクリプションが設定されているっていうだけですね。はい。まあ、同じように感じるかもしれないけど、これって全然、えっと、違う話で、まあ、相関関関係と因果関係みたいなところっていうのは、やっぱりちゃんと押さえておかないと、 その考え方っていうのがおかしくなってしまうので。で、今回の、まあ、その SEO とかね、めっちゃうまくいってる人がメタリックフィスクリプションを設定している。まあ、それはね、あの初心者の人とかに比べたら設定している人って多いと思うんですけど、じゃあその人たちが SEO の方がそんなになかったとしても、なんでそういうものを設定しているのかっていうと、結局、えっと、こだわれる部分ね。できることっていうのは全部やろう。こだわれる部分は全部こだわろうって思ってやってる人が多いからですね。まあ、神は細部に宿るみたいな。 言葉があったりしますけど、まさにそういうことで、例えば、メタディスクリプションがめっちゃ適当。めっちゃ適当で、えっと、記事がちゃんとしてる。まあ、これはあると思うんですよ。メタディスクリプションめんどくさいから、でも記事の方は SEO とかね、そういうところにめちゃめちゃ関わってくるものなんで、そっちに力を入れよう。でも、逆にですね、メタディスクリプションがめちゃめちゃ、えっと、ちゃんと設定されています。 でも記事の内容めちゃくちゃですっていう人がいるかって言ったら多分いないんですよ。まあ、これ多分ゼロだと思います。調べたわけじゃないけどゼロ。なんでかって言ったらそんな細かいところめっちゃくちゃこだわるのにもうメインである記事がめちゃくちゃなんていうことありえないからですね。はい。だからめっちゃちゃんと記事を作り込む人っていうのは、まあ、神が細部に宿るという考え方でその細かい部分までめっちゃこだわるからメタディスクリプションっていうところまでこだわってる。だから SEO で上位表示されてるような 非ーでメタディスクリプションを設定している人っていうのは結構いるんじゃないかなと思うけど、だからといってメタディスクリプションがあるから SEO で上位表示をできるわけじゃないっていう感じですね。はい。まあ、この辺ね、ほんまに、えっと、無理やり結びつけちゃうと、あの、メタディスクリプションあると上位表示されるみたいな考え方になっちゃうかもしれないので、まあ、そこら辺注意してほしいなと思います。はい。まあ、結論はメタディスクリプションを書けるんだったら書く方がいいよ。まあ、それ、 が、結局いい記事を書くっていうことにつながるんでね。その細部までこだわるっていうのはいい記事書くことにつながるんで。でも、メタディスクリプション書けない。まあ、時間がない。めんどくさいとかと思うんだったら別にそれでもいい。メタディスクリプションがそんな SE をね、左右するような、徹底的な要因になったりもしないので。はい。という感じですね。まあ、これでほんまに終わりですね。内容的なところは。まあ、最後の補足的なもんで。まあ、アフタートーク的に載せてもらいましょう。 YouTube で公開されるときは。メタタグも凡事徹底のうち。まあそうですね。まあできりゃやっとく方がいいかなって感じです。でもぶっちゃけ僕全然やってないです。まあそれが任したりすることもありますねでも、ライターさんにディスクリプション全部書いてみたいな。片っ端から書いてってみたいな。まあ僕ね、テンプレ作っているじゃないですか。あの、あれでも、ブログライティングの教科書の中でもメタディスクリプションのテンプレ出してますけど。まあ YouTube でもね、解説してますけど。 まあそんなんやったりしますけど。わざわざ全部の記事に公開する時点でメタタグというかね、メタディスクリプション入れてるかって言ったらそんなん全然やってない。まあでも全然上位取れてるやついっぱいあるから別にそれでいいじゃん。いいかなって。ちなみに今日のメルマガで、あ、今日メルマガ出すんですけど、まあせっかく大晦日なんでね、まあ配信もしてメルマガも出して、ボイシュも更新して、1年を終えようと思ってますけど、今日のメルマガで紹介しますけど、 なんか悩み事がある人はおすすめです。反応しない練習。まあ仏教的な話なんですけど、まあでも仏陀の教えを現代に、なんか現代でも理解しやすいように翻訳してくれたみたいな本ですね。反応するな。あらゆる悩みは反応するから悩むのである。反応すな。 みたいな本です。すごいんですよ、これ書いた人が。メルマガでもまた、まあ本の内容とかね、そういうのもメルマガでもうちょっと詳しく書きますけど、まあ草薙隆史さんという方が書いてるんですけど、まあお坊さんですよ。僧侶の方なんですけど、この方、東大出身なんです。東大法学部出身で、で、それで今、まあ僧侶みたいなことやってて、今インドにいるのかな はい、だから経歴バリバリすごいんですけど、まあその方がこんな感じで書いてくれてるんで、すごい分かりやすい。し、面白い。あまあ確かにそういう考え方もあるな、みたいな。まあだから反応するとかって、まあ要は何かを判断する。例えば、この人はいいとか悪いとか、芸能人の不倫がどうこうとか、ね、これが好き嫌いとかっていろんなことを判断するんですけど、も、ま、う、あ、そもそもそんな無駄な判断するなと。 その判断したところで、それ、なんかあなたの人生にプラスになってるんですかっていうと、ほとんどの判断プラスになってないから。まあでも、判断しなきゃいけないものもあるんで、その判断の基準どうするとか。じゃあ、無駄に反応しちゃって、例えばイライラしましたっていう時に、じゃあどうしたらいいかとか。まあ、まあ、そういうことが書かれてるんですけど、めちゃくちゃ、アマゾン見てください。アマゾンのレビューすごいですから。もうね、1万件ぐらいレビューついてて、1万件ぐらいレビューついてるけど、多分星4.5とかなんですよ。すごくないですか なかなかないっすよ、そんな本。超有名な本で。そんなもんじゃない、世界的な影響力の武器とか。まあ、これも変わってるからな。何回も新しく出たりしてるから。全部まとめてみれないけど。あ、どうだ嫌われる勇気は。すごいな。嫌われる勇気は。 アマゾンのレビュー2万2000件とかついてますね。2万2000件ついてて星4.4。えっと、リベダイスキルアップチャンネル見ました。ありがとうございます。<laughs> 私事ですが、なかなかアフィリエイトにつなげることができません。2023年も勉強しながら進めていきたいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。リベダイのスキルアップチャンネルね。見てくれてる人多いかなと思うんですけど。そうだ。まあ別にこれ、なんだろう。伝える必要もないんですけど。 まあでもせっかくなんで、伝えておくと、リベ大イきキアップチャンネルって、えー、っと、まあ僕が喋ってるんですけど、僕顔出ししてないんですよね。自分のチャンネルとかで顔出してるんですけど、あのチャンネル顔出しをしてなくて、なんかアバターみたいなのが喋ってて、まあ VTube みたいな感じになってるんですよ。イラストがね、喋ってて、あれが口動いてたり、笑ったりとかしているやつがあるんですけど、あれをですね、うちのチャンネルが、まあ引き継ぐことになりまして、だから、 まあそれをね、具体的にどういう風に使おうかとかってのはあんま考えてないんですけど、まあでもせっかくあれ作ってくれたんで、でもあれ基本、あのスキルアップチャンネルのウェブライティング講座のためだけに作ったものなんで、その後僕が何かで登場する時に使うのかもしれないけど、別にでも今その予定ないんで、あれがオークラインになるんだって非常にもったいないなと思って、ちょっとあれをうちのチャンネルで使わせてくれないかという交渉をしましたら、いや全然ええでということで。 うちのチャンネルで使うことになったので、使えることになったんで。まあ、もともと VTube みたいなの作ろうと思ってて、まあ、でも、ね、それを作れる人を探すのめんどくさいなとかいろいろ思ってたんですけど、ちょうどいいと思った <laughs> 完成品があるんだから。これをもらえば。まあ、その、全然ね、あの、クリエイター側の方もあるんで、まあ、お金払ったりとかってってね、買取とかね。まあ、そうなるかもしれないですけど、まだその辺も詳しいことはあんま決まってないんですけど。まあ、でも、とりあえず w e b ショック t v でもあれが使えるようになったんで、まあ、なんだろう、ライブ配信の時とか なんかたまに VTube で配信してもいいかなとは思ってますね。はい。まあ、あとで、ね、本とかも最近よく読んでて、あのー、なんだ、昨日も紹介しましたけど、今、新しい本をすごい、まあ、年末年始のこともあるし、まあ、まとめていろんな本買ったんですけど、まあ、今、横にね、こんな感じで置いてあって、まあ、この、えっ、ー、と、同じぐらいのやつがまた、もう一山ぐらい、二山、一山、二山ぐらいあるんですけど、映 <laughs> ってないだけでね。 で、いろんな本読んでるんで、あの、あれしようかなと思って。せっかく本読んでるんで、まあ、それのアートペット的なのを YouTube でできるといいなと思って。まあ、本の要約とかね。まあ、今明るく反応しない練習とか、要約というかね、話しましたけど。まあ、もうちょっとちゃんと台本作ってね。まあ、これどんな本でどういうふうに活かせるみたいなことをやっていこうかなと思っています。なんで、そういうのはあんまり僕が出るよりも、あれがいいのかなと思います。 その、VTube とか。あんまり僕が出てるメリットないんでね。その本の予約とかってするのに。長田あっちゃんみたいな、あのエンターテイメントみたいなのができるんだったらですけど、<laughs> あんまエンターテイナーじゃないんで、僕。これとか、これ僕まだ読んでないですけど、面白そうだなと思います。読んだ方いますかもしアドラーが上司だったら、これも Amazon でめっちゃ売れてる。てか、基本的に Amazon のデビューがめっちゃあって、売れてるやつしかやんないんですけど、売れてるやつが外れが少ないんで。で、まあ。 有名な本だとね、結構、ようやくチャンネルとか出たりするんですけど、他の YouTube とかでも。でもあんまりようやく出てないやつあるんですよね。なんでこれめっちゃいい本なのにな、とかっていうのあったりするんで、そういうのはじゃあ、僕やっちゃおうということで、やろうかなと思います。最近の本だと、まあ紙でね、買い直してただけで、もうすでに買ってる本も,も、ああ読んだことあるやつも全然あるんで。全部読むやつじゃないですけど。これとか、センスは知識から始まるとか、あと、 ああ、これとか。<laughs> 数値化の鬼とか。あの、この前、え、昨日か。おすすめの本で今紹介しましたけど、これはめっちゃいい本です。あ、どこれね。これまだ読んでないんですけど。これからのワールドプレス SEO 内部対策ということで。まあ、これ系の本結構何冊もあるんですけど、割と昔の本が多いんですよね。2018年とか19年ぐらい。まあ、そこ全部のやつが多かったりして、まあ、割と使えなくなってる部分も多いと思うので。 まあそういう意味で。まあこういうのもね。まあこれ予約して出せるかわかんないんですけど <laughs>。一応出版社と著者の方、まあどっちかに連絡して予約するやつは許可もらおうと思ってるんで。まあ許可くれるかわかんないですけど。まあでもワンチャンくれないかな。まあチャンネル登録者もね <laughs>。少なくとも6万人ぐらいいるわけなんで。まあそれなりに貢献できるような気もするんで。 それを、ねねまあ、も,もう決定です。やります。それはそれをすることによって、僕は本を読める。合法的に YouTube を作るための活動として本を読めるんで。中西さんのおかげで読みたい本増えました。反応しない練習すごく良さそうですね。この間の動画で紹介していた本も読もうと思います。はい。ぜひ頑張ってください。いや、いい本ですよ。まあ、基本的にはね、僕が紹介する本はいい本です。 なんていうのもさっきも言いましたけど、僕がそもそも買う時点で、めっちゃ人気あって、めっちゃレビューがいいやつしか買わない。で、その中で僕がいいって思う、紹介してる本なんで。だから、いい本です。まだハマるハマらないわね。人によるんで、好き嫌いもあるんで、あれですけど。まあでも、騙されたと思って読んでもらえると。えーと、反応しない練習ポチりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ僕、関係ないんですけど。<laughs> ブログライティングの教科書も読ませてもらっています。頑張って収益につなります。はい。ぜひ頑張ってください。えーっと、青空プラントさん。自分はブラインドタッチ練習の段階なのですが、中西さん E いいタイピングのスコアはどのぐらいなのでしょうか目標の参考にさせていただけたら幸いです。僕ね、これこの前動画出したんですけど、いくつだったかな忘れました。でも300くらい。300ちょっとぐらい。多分そのぐらいだった気がします。あの、動画出てるんで、タイピング、 中字タイピングとかで調べたら動画出てくると思います。それで E タイピングと寿司団の両方をやってるんで、見てみてください。まあそんなにめっちゃ早いわけじゃないけど、遅いわけでもないってい感じですね。まあ多分普通だと思います、掃除で。ほんまに普通。 えっと、まさかのさおさん、リライトについて質問。3日かけて1記事をリライトする場合、下書きに戻せばいいか、プラグインを使えばいいか、今は公開しながら一時保存しないでやっています。え、別に更新していいですよ。更新していい。別にその都度更新でいいです。そんな気にしないんだったら。僕はその都度更新します。だからリライトしたら保存。で、またリライトしたら保存でいい。まあ、その方が SEO 的にもいいと思いますよ。頻繁に更新されてるのに。 うかまあそんなにクローラー回ってくるか分かんないですけど。ブログって何時間頑張れば稼げるようになりますかうーん、1000時間ぐらい。山田由美さん、こんにちは。CLS の数値が0.1を超えて改善必要となっているんですけど、早急に対応した方がいいでしょうかいや、別に早急な対応はいらないですね。うん、まあ改善が必要ってなってるんやったら、そりゃ直す方がいいんですけど、別にそれ直したところで。 そんな SE 上がるかって上がらないし、それがあるから SE を下がってるかって別にそんなことない。てか0.1なんて大したことないと思いますけどね。ひどいやつもっとひどいんで。僕もひどいやつ全然あるんで。ブログの表示速度を優先して考えればワードプレスメリルがいいか。えっ、ー、とメリルは無駄な機能を外して軽さを追求したという説明ですが、使い勝手の軽さでしょうかそれとも閲覧者の表示の軽さでしょうか まあ、どっちかっていうと後者ですかね。使い勝手の軽さっていう言葉はよくわかんない。使い勝手の軽さってなんだ <laughs> その管理者的な軽さまあ、管理者側も軽いと思いますよ。その、動作も軽いだろうし、あとやることが、できることが少ない。てかまあ、なんだろう。うできることを少なくしているので、あれこれ悩まなくていいので、もうこういう使い方をしてくださいって決め打ち。 まあだからどっちの軽さもあるとは思いますけど。まあ、表示速度を優先して考えれば、メディルがいいかって言われたら、うん、まあ、メリルでいいんじゃないかなとは思いますけど、まあでも、なんか、もうそれはポジトークだと思ってもらっていいです。あの、全員に聞いてもらったら、全員自分のとこが一番早いって言いますよ。あの、テーマ作ってる人たち。はい。だから、その、どこがとかっていうのはないです。まあ、今のテーマはほんまに優秀なんで、 ぶっちゃけどれでもです。もうあとは中の運用の話なんで、どんなプラグイン入れるかとか、どんなブログ作るかとか、そういうので変わってくるんで、あとサーバーとかに。だからまあまあ合ってないようなもんかなとは思います。まあでも、その、議論的にというか合理的に考えたら、いろんな機能を外してやって身軽な方が早いよねっていうのは間違いなくて、多分うちのテーマより身軽なもんってないと思いますけどね。身軽なテーマってない。まあ、てか、身軽だ、身軽ならいいってわけじゃないしね。<laughs> 身軽でも結局そのブログとして使えなかった意味ないし。熊猫さんリベダイ YouTube のウェブライティングコードの勉強になりました。よかったです。機会があれば中田さんと両学長のブログ短儀の動画を見てみたいです。えー、まあ難しいっすね。<laughs> 現実は。な、何が難しいかっていうとですね。まあいろいろと難しさがあるんですけど。いや、まず一個はね、やっぱリベダイ側としてのコラボ、そのメイン、 チャンネルでのコラボっていうのが難しいだろうなとは思います。まあ、リベ大で動画出さないでうちで出すとしても、いやいやややこしいじゃないですか、普通に。まあ、知り合いなんで、両学長ね。だから、頼んだらそれは知らない人よりも話は通りやすいと思いますけど、でもうちとコラボしちゃったら、ほな、じゃあうちともコラボしてくれよとか、いや、うち断ったのなんでそっち出てんねんっていう話になるんで。なんかそういう、なんでしょうね。 何て言うんですかそういうの。政治じゃないですけど。人間関係とかさ。そういうのがあったりするんで。だから、やりたいと思ってくれたとしても、まあ難しいだろうなとは思います。普通に。あともう一個難しさを言うのであれば、ブログ談義みたいなのを両学長としてもね、そんなに言うてたと思いますよ。その昔話みたいなのはめっちゃ盛り上がると思いますけど、まあ言ってじゃあね、 両学長が自分でめっちゃ記事書いてるかって、ま、記事書いてないでしょうし、SEO めっちゃやってるかってやってないと思うので、ま、周りにそのめっちゃ詳しい人はいると思うけど、なんかそこの話をしても言うてそんな盛り上がらないと思いますけどね。いや、どっちかって言うと昔話の方が盛り上がりそう。はい、ま、でも少なくとも、うちの登録者が100万人を超えてこないと、なんかそのテーブルにならない気がするので。 ウェブシ TV の登録者はまだ100万人まで伸ばしたいと思います。2050年くらいには頑張りたいですね。<laughs> 2050年まで YouTube が頑張ってくれていれば。2050年って俺何歳 ?30 年後くらい。60超えてますね。<laughs> そもそもその時にブログとかアフィリエイトがどうなっているのかわからない。 えっと、数日前に消費者庁がステルスマーケティング広告規制をしていくとニュースが出ました。これはアフィリエイト広告にも ATR かご存知でしょうかいや、知らないです。<laughs> それはわからないですね。その、消費者庁がそれを出したぐらいだったの、ま、何も決まってない状態なので。それはもう全くわからない。全くわからないけど、いや、でもどうなんステルスマーケティングとアフィリエイトは全く違うもんだと僕は思っているので、だから別に、まあ影響ないかって言われてはあるんでしょうけど、 だからそんなに影響させるようなもんじゃないと思いますけどね。個人的な意見はね。っていうか、だってアフリエイトのリンク貼ってる時点ってそれは広告なわけじゃないですか。ステマでも何でもなくて、もう見たまんま広告なんで。だから、別にいいじゃないなんだろう、テレビ CM 見てあれがステルスマーケティングだとは思わないじゃないですか。あれなんでって、それはだってテレビ CM は CM だっていうのがみんなが共通認識として分かってるからだと思うんですよ。この CM はね、 何宣伝ですとか。書かないんじゃないですかなんかややこしいやつは書いてますけど、これは CM です、みたいな。なんか番組風に作ってる CM とかね、ここ何年かあったりしますけど、ああいうのは書いてますけど、普通の CM 書かないじゃないですかえ、だからアフィリエイトも同じじゃないっていう僕はもう。まあでもね、多分テレビだけは特別なんですよね。なんかすごいいろんな利権に守られてるんで、多分そんなんやらせないんですよね。だってそんなことさせたって、売り上げ減るだけなんで。うん、だから。 まあそういうのはね、テレビだけは外されるんでしょうけど。まあなんか納得いかないところがありますよね。アフィリエイトだけめっちゃ言われるって。いや、だったらテレビ CM だって書けよって僕は思っちゃいますけど。広告規制がどうとかって。同じじゃない何が違うのかがあんまりわかんないけど。例えば芸能人が使ってもないシャンプーとかをね、起用されてこれね、おすすめだとかって言うわけじゃないですか。いや、同じでしょ <laughs> 普通に。 なんかわかんないけど、アフィリエイトとかだけすごい規制されるんだよな。まあ、多分個人と紐づいてるからっていうのがあるんでしょうけど。なんかさ、使ってもない商品進めるなとかって、まずで言うけど。いや、テレビ CM だって同じでしょ。それだったら使ってない自分がほんまに好きじゃないような CM に出るのだってダメだと思わないですかなんかずるくないですかテレビ CM だけ OK みたいな。あれば特別だからみたいな感じが。あんまり好きじゃないんですよね。まあ、てかそもそもテレビ見ないんで。 関係ないんですけど、CM 的なところは。個人で言うとね。でもなんか同じ、まあテレビの、テレビ CM も、アフリエイト広告も、まあ広告業界っていうところでは同じなんで。まそういう考え方で言うと、なんか腑に落ちないところがありますね。<noise> 後払いベイディーさん。ご返済お忘れですか支給 <laughs> ご入ュングお願いします。 やば。<laughs> なんか、いろんな意味でやめてほしいわ。もし、俺がほんまに返済を忘れてるんだとしたら、こんなライブ配信で言わないでほしい。あともう一個、大晦日に言わないでほしい。せめて、まあ、大晦日まで働くなと。休んどけ、休んどけ、年末年始。返済の、返済の催促してる場合じゃない。 <laughs> あとは、まあ借りてない。おもろ。いや、でもし、もしかしたら僕が返済忘れてるかもしれないので、そしたらちゃんとあれしてください。登録のメールアドレスとかにメールください。そしたら返,返済するんで。ライブ配信で返済迫るってすごいな。 新しいな。新しい新時代来た感じあるな。これとまさに新時代。2023年の <coughs> 幕,幕開けですね。ライブ配信やってる人は、おちおち、借金もできない。<laughs> ライブ配信に取り立てに来られる。中地さんのブログのコミュニティに興味あります。近畿出身です。人の縁がワクワクすることありますか年齢層とかどんな感じですか言える範囲で。 ブログコミュニティってなんだ <laughs> コミュニティいっぱいあるんだよな。まあ一番でかい ABC スペースだとすると、まあワクワクすることはって言われたら <laughs>、まあそのワクワクが人によって違うんで難しいですけど、年齢層で言うと、まあ ABC の話ね。ABC の話でいくと、ひとルさんと一緒にやってる ABC オンラインとかの話だと、年齢層はね、ちゃんと統計みたいな取ったことないんですけど、 多分20代から30代前半ぐらいが多いかなと思います。多いのは。でも、結構幅広い。多分上はね、60代までは全然います。70代の方がいるかどうかはわかんないけどワンチャンいるぐらい。60代は全然いる。40,50とかも全然いますね。4、50くらいの方は。男性も女性も。で、所属してる 多分割合で言うとね、男性の方が多いんですけど、6割、7割ぐらい男性なんですけど、ただ、割とアクティブな方というか、そういう方は女性が多いので、あんまり気にならないかも。いろんな意味で半々ぐらいかもしれないですね、男女比みたいなんで言うと。はい、だからオフ会とか言っても、女性が例えば一人みたいなことにはならない。女性の方が多いとは言わないけど、でも少ない印象はないけどな。男女比で言うと、 同じぐらいな気がします。はい、そんな感じです。